さっきの他にもさ、うん、出た選手は多かった。多かった。ウジェニー、サガ、マゴ。みんなアメリカとか結構行ったよね。パートナーというか、うんうん、リオンが買収したチームだから、そう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 。なんか提携してるチームだから、冬になったら多分3人とも帰ってくるし、ああ、そうだね。その経験でアメリカに行くみたいなのを、なんかその多分契約のオプションにつけて、なるほどね。うん、そう、契約としてはリオンの契約を持っててみたいな感じだから、今だいぶ変わったよ、ほんと。連覇してるメンバーで言ったら、ウェンディ、アモンディーヌ、アダ、でも4、5人しかいないよ、多分。ああ、ウェンディはやっぱおるんや。ウェンディはいる。ずっといるよね、もうって。下部組織からでしょ。アモンディーヌもずっとおるやん。アモンディーヌ一回アメリカ抜けたけどね。あ、ほんま。14連覇唯一全部してんのウェンディーだから。かっこいいよね。いや、すごすぎだよ、マジで。すごいな。ウェンディーさ、ずっとキャプテンやったってこと？いや、1年目とかは違うんだよ、さすがに。だって1年目は16歳とかで多分。ああ、でもさ、すげえ。キャプテン歴も長くない？長いね。私がもう来てからはキャプテン、ずっとキャプテンかも。クラブでさ、ずーっとキャプテンが変わらへんのもさ、すごくない？なんか、うん、もうでも、クラブの顔だからね。あ、そういうこと。まあ、優勝してるしね、うん。日本やったら結構さ、もう若者に、はい、キャプテンやる。あ、まあ、世代交代ね。うん、確かに。もう多くない？結構。でも、日本ほどこうギュッてしてないから、グループが。うん、こういうのっていうキャプテンなのよ、どっちかっていうと。チームの決め事とかは、その先頭立って決めてくれるし、ね、いろんなところで喋ったりもするとかはあるけど、うん、そもそもチームとしてのミーティングってほぼないから、うん、他の選手だけで話してみたいな、うんうんうん、日本あるあるだよそれね。そうそうそう、だからなんかそんなになんかキャプテンだからっていうのが、そう、ウェンディ自身も多分キャプテンだからの負担ってそんなにないと思う。なるほどね。チームの顔でこう出てるみたいなね、うん、うんうんうん、まあ、責任はあると思うけど、いい今さ、ウォンティを見てる人がどんなことを知りたいかっていうのをさ考えてさ、うん、やっぱ世界レベルトップレベルのリオンってさ、企業面でさ、うん、うわっこれ日本じゃ考えられない。おー、いいねいいねいいね。なんかリオンあるあるみたいなさ、ちょっと聞きたくない？いいねいいねいいね。リオンあるある。環境面。うん。うん、さっきはさ、日本のリーグもさ、レッツで経験してるからさ、うわ、日本じゃ考えられないわとか、そう、フランクフルトもそうだけど、もうリオンやっぱすげえなって思うことさ、なんかある。いや、もうプライベートジェットは一番じゃん、絶対。プライベートジェットは、ちょっとジェットの話はまず詳しく聞こう。バエルもある。バエルもあるの？だから、なんか、バエルなんかリオンぐらいなのか、こんな女子にそのプライベートジェット使えるのとか思ってたんだけど、いや、ここも結構悪くないぞ。バエルもドイツ国内ってやっぱ結構バス移動が多いわけよ。あ、だからやっぱ来てすぐは5時間移動前日にして、次の日1時試合とかは、うん、マジでやばって思って、きついな。あ、うん、マジのなんかそのサッカーにおいてのカルチャーショック。あ、こうだったよなドイツと思って。うん、もう8年前忘れちゃった、経験して忘れちゃった、忘れちゃった、もう本当に。はい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 。じゃあリオンはさ、国内の試合でもさ、プライベートジェットで移動ってこと？連戦だったらするね。チャンピオンズリーグがある週はやっぱ どうしてもさ、移動に負担かけたくないから、そう、チャンピオンズリーグは基本的には絶対プライベートジェットなの。やばっ、かっけー。マジすごいよ。だって一回カザフスタンと試合あって、全席ビジネスのプライベートジェットだからね。ビジネス、もうビジネスやったら寝転がるやつや。7時間8時間移動で。あ、もう7時間8時間もう快適やな。そうやった。いや、そう、やばいね。機内食とかもちゃんと出んねやろ。機内食出るね。そんな、でもじゃあフランス国内の人だったらマックス1時間とかだから、まあ、7時間8時間のやつは出たよ、カザフスタン。でもカザフスタン1回だね。あとロシアも5時間ぐらいかかったか。一番遠かったのはそのカザフスタン。そうだね、そうそうそう。 あと日本じゃ考えられないのなんだろうな、うん、ね、ね、